あ、なんだ。何を見てる。言った言った。もういい。俺がどっか行く。怪しいやつだったな。喋り方も怪しかったし。さっき地面にしゃがみ込んで何かしてたよな。オイラが近づくと何もないような素振りしてたけど、嫌な予感がする。あいつが一体何してたか気になるな。この辺りに手がかりがないか探そう。この辺りにあるのは名称の塔を作るための紙、油、そして木材。あ、これ燃えやすいものばかりだ。怪盗祭の最終日になったらきっと名称の塔を見るためにたくさんの人が来るはずだ。こんなところに不審者がいるなんてきっと良くないことが起こるに決まってる。もしあの燃えやすい材料に何か細工をしてたら。まずはボーガに頼まれていたものを探して渡すときにこのことを報告しよう。それはリーユへのみんなの努力の結晶なんだろ。台無しになるようなことは絶対に阻止しないと。リーユエコーにはこんなにたくさんの美味しいものがあるんだ。松茸の肉巻き、モラミート、アンニン豆腐。ヒヒヒヒ。これで足りるだろう。ボーガのところに戻ろう。材料は手に入れたかしら。これだけあれば足りるわね。すぐにあの子のために消灯を編むわ。名称の塔の燃えやすい材料の近くに怪しい奴がいたんだ。何か悪いことを企んでるかも。そう、わかったわ。あなたたちは先に総務士に報告しに行ってくれる？私は警妙たちに話しておくわ。大勢の人が集まる怪盗祭、油断しちゃダメよ。ボーガ姉ちゃん、怪盗祭で何かあったの？大丈夫。ちゃんちゃんは早くおじいちゃんのところに帰りなさい。心配をかけちゃダメよ。この先はリーウェ総務士、部外者は立ち入り禁止だ。名称の塔の燃えやすい材料のそばに怪しい奴
がいたんだ。絶対にあのチコ魚焼きの屋台を失うわけにはいかない。ああ、それは大事件だ。そうだろ、DU エコーの美食はこの都市の真骨頂。いや、そういう美食云々は関係なくてだな。まあ大ごとには違いないが、でも心配はいらないさ。怪盗祭の安全を守るために我々総務士も人員を派遣している。後でこの件を伝えて警戒態勢を高めてもらおう。後で？こんな大事なことなんですぐに知らせに行かないんだ。俺もそうしたいのは山々なんだが、正体が桐原に行ったきりまだ帰ってきてないんだ。え？ああ、でもお前は旅人だろう。遠いところから怪盗祭を見に来たのに手伝ってもらうなんて。気にするな、オイラたちいつもこうやって手伝いしてるから慣れてるんだ。あ、例えば。そうなのか。ありがとうな、最近の旅人は親切だな。そうだ、人に用を頼むなら報酬を用意しないとな。報酬は俺が用意しておくから、この件は頼んだぞ。